もう一杯飲んで楽になるわ。ちゃんと目が覚めたら私の部屋に連れてきてちょうだい。僕は誰だ。僕はどうしてベッドに。覚えてない。忍びの才能まで消えていたらオロチマル様ががっかりすると思ってさ。そう、私がオロチマル、そしてあなたの親だから。記憶を取り戻しに行く。この男は他人の記憶を奪う能力を持つ忍び。美月、あなたはこの男に記憶を奪われたのよ。もう一度二人でこの男のところへ行くのよ。ちょっと待って。子供のあなたは私の言うことだけ聞いてればいいの。あなたがこの結界を破るのよ。忘れてしまっているだけ。あなたには特別な力がある。それがあなたの力。やっぱり気づかれてたみたいね。金縛りの術。力さえ忘れてしまったようだな。大蛇に気を取られすぎよ。美月、あなたは少しの間こいつを見張ってなさい。私はここで探し物がある。すぐに見つけてくるわ。心配するな。喋るのがやっとだ。こっちへ来て俺の面を取ってくれ。お前を騙しているのはオロチマルの方だ。俺の時と同じならばな。今度は逆にそれを利用されたが。俺も美月だ。お前より先に作られたな。ここで奴が探しているものは俺たちの元となった灰だ。俺はその灰をオロチマルから盗み出し処分するはずだった。オロチマルが持っている鍵が必要だった。オロチマルの自己愛を投影した奴の欲の器そのものだ。自分の都合で俺やお前のような存在をどんどんと作る。だがその前にお前を始末するがな、オロチマル。あなたたちは私が愛してやまない完全無欠の子供よ。私のような忍びがこう望むのはいけないことかしら。思い上がった行為の免罪符のつもりか。全てをコントロールできると思ってるのか。お前は今はまだ子供でわからないかもしれないが、いずれこの間違いに気づく。美月、こいつは子供のあなたを騙そうとしているのよ。おい美月。美月、どっちでもいいことなんだよ。あんたたち大人の言ってることなんて。今回は巻物の中に何を入れたの？やっとうまくいきましたね。我々の二択を選ぶことなく。記憶を飛ばす薬ももう使いたくはないしね。これは望んだ結果でしょ。こんな手の込んだ芝居までやって。しかしそばにいてあの子を照らしてくれる太陽を見つけられたなら。地中の闇の月じゃなく夜空の闇の月ってとこかしら。そう、僕の本当の名は美月。